再開いたします。次に11巻災害復旧費283ページから286ページまで質疑ありませんか。よし。ありませんので11巻を終わります。次に12巻交際費285ページから286ページまで質疑ありませんか。よし。ありませんので12巻を終わります。次に13巻諸支出金14巻予備費285ページから286ページまで質疑ありませんか。ありませんので歳出を終わります。続きまして歳入に入ります。5ページをお開き願います。まず1巻市税5ページから8ページまで質疑ありませんか。坂本委員。はい、すみません。6ページの市税の個人の市税の市民税のところで、まあ、全体としてはマイナスで、これ中を一つ一つ見ていったら、普通徴収所得割だけが令和2年度と比べて増えているんですけれども、まあ、その理由についてご説明お願いいたします。税務課長。はい、高齢者による定年退職者が増えたことによって特別徴収から、普通徴収への切り替えというのが発生しております。で、その件で普通徴収の所得割が、増加傾向となると見込んでおります。以上です。坂本委員。まあ、均等割の方は減ってるんですけども、所得割の方は、まあ、その移動で増えているっていう、要するに今までは特別徴収だったけども、今度こっちに来たから増えているということですね。ことですか。はい、税務課長、はい、今まで、現役世代で特別徴収とされていた方が、まあ、退職して年金等になります。で、年金の、年金特徴っていうのもあるんですけども、それに切り替わる段階とか、あとは年金をもらいながらやはり給与をもらっているっていう方もいらっしゃいます。で、年金の時給の分は年金特徴とか、給与の方は給与の特徴とかっていう制度はあるんですけども、それ以外に、まあ、はまらない状況になれば普通徴収というところに、まあ、回ってくるという形になるので、若干そこの枠の移動と考えてもらったらいいかと思いますけども、そういう読みで、まあ、ここは増えている形になっております。以上です。はい、わかりました。他にありませんか。よし、よし。ありませんので1巻を終わります。次に2巻地方上予定、3巻利子割交付金、4巻配当割交付金、5巻株式等譲渡所得割交付金、7ページから10ページまで質疑ありませんか。なし。ありませんので2巻から5巻を終わります。次に法人事業税交付金、6巻法人事業税交付金、7巻地方消費税交付金、8巻ゴルフ場利用税交付金、9巻自動車税環境性能割交付金、10巻地方特例交付金、9ページから12ページまで質疑ありませんか。はい、森下委員。6巻法人事業税交付金が新しく、できておると思うんですが、ちょっとこの辺にこれについて詳しくご説明いただければと思います。財政課長。はい、こちらの交付金に関しましては、令和2年度からの交付金となっております。内容につきましては、
都道府県の法人税額の100分の 7.7 になっておりまして、市町村分の、市町村分におきましては法人住民税法人税割というのがあるんですが、それの 2% の引き下げ相当分を交付してくる、交付されるというものになってございます。以上です。よろしいですか？他にありませんか？ありませんので6巻から10巻を終わります。次に11巻地方交付税、12巻交通安全対策特別交付金、13巻分担金及び負担金、11ページから14ページまで質疑ありませんか？ありませんので11巻から13巻までを終わります。次に14巻使用料及び手数料、15巻国庫支出金、16巻県支出金、13ページから36ページまで質疑ありませんか？坂本委員。20ページの、清掃手数料で、この人海処理手数料とかっていうのは、このゴミ袋の、収入ではないかなと思うんですけれども、この辺が、令和2年度と比べたら、減っているっていうところら辺で、どちらかといえば、家にこもることが多くなってゴミが増えてるんじゃないかなと思うんですけども、この辺の、どういう積算なのかお尋ねします。環境美化センター所長。環境美化センター所長。人海手数料は、イコール依頼ごみ制度、依頼ごみ手数料となっています。大掃除とかしまして、広域処理場まで持っていきたいんですけれども、車がないということで、うちの方で家まで玄関先に行きまして、荷物積んで、広域に持っていく、制度です、制度であります。減ってますのは、うちは基本的に収集の空いた時間、帰ってきて余った時間で、依頼を申し込みで対応しております。なかなか申し込み件数がまずうちは予約制になってますんで、行く1日1件ないし2件という形で行く回数が減ったというのが一つであります。坂本委員。すいません、生活環境課の指定ゴミの方はゴミ袋ではないんでしょうか？はい、今のはその下の分ですね。はい、すみません。はい、生活環境課長。生活環境課長。はい、人海処理手数料指定ごみ、指定ごみ袋の販売手数料ということになります。ね、こちらの方なんですけれども、ごみ袋がどれだけ、売れるかということで、積算になっておりますので、減ってるということは、ちょっと少なくなってるのかなということになります。ただこれはあくまで、歳入の予算ということになってますんで、課題に積算してありましたら、また歳出のバランスとありまして、いろいろありますんで、令和元年度から令和2年度がだいたい 10% 減、できております。でその中で、当初予算を立てた時点では、少なめという形ではなっております。ただし、平成30年度で決算額が、7450万、令和元年度は7640万ということが、決算の方では出ておりますので、おおむね、そのあたりぐらいまでは、大体行くかなとは考えております。以上です。よろしいですか？
申し上げます。24ページ、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金のところになります。まあ、国庫出銀の方になりますが、国庫補助金になりますが、まあ、コロナウイルスに対しての補助、国からの補助になると思います。今現段階で我が市、橋本市にどれだけの国庫負担金が入ってくる予定なのか、それに対して、その対策、コロナウイルスワクチン対策が今のところその入ってきた、負担金だけで大丈夫なのか、その点もし分かれば教えてください。財政課長。あ、財政課長。はい。現時点で、まあ、予算組みさせていただいておりますのは、まあ、事務にかかる接種体制の確保事業補助金が、先ほど委員からお話のありました、5487万円。その前のページの24ページの上から3段目にございます、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金。こちらは、実際に、接種するための今委託料等の費用2億2225万円と、これを合わせた金額が現時点で、まあ、確定しておる額だと聞いておりますが、さらに、まあ、追加で交付される予定もあるというような話も聞いておりまして、私が今把握しておる額はこの、2つの負担金というところでございます。以上です。健康福祉部長。健康福祉部長。ちょっと質問の確認ですけども、今のこのお金で足りるか足らないかって話だったと思うんですけども、今、財政課長言いましたように、今ついてるお金については、今のところ足りるとは思っておりますけども、議員も、ご上司の通ること思うんですけども、接種費用について、まあ、個別接種の場合、医師に、その1件あたり、まあ、今のところ国から出てますのが平均で2070円消費税抜きでですけども、このお金が出ております。でこれにつきましては、まあ、全国的にもう少しかさ上げということで考えてますので、これが増えてくればその補助金の範囲内では難しいとは考えております。ただ、まあ、今のところ、まあ、まだ未定ですけども、これにプラスアルファ、まあ、500円程度でしたら、まあ、補助金の範囲内でいけると思ってるんですけども、それ以上になってきますと、なかなか今の予算、国からの示されている補助金では難しい。それと、もう皆さんご存知のように、一般の接種がいつになるかわからないような状況で、コールセンター費用とか、その辺の維持管理についても、これから伸びてくる予定ですので、それについても伸びてくれば、今の補助金の範囲では難しいと考えております。以上です。すみません。生き生き健康課長。生き生き健康課長。すみません、ちょっと到着遅れ、すみません。現在の、まず今回の予算における部分につきましては、令和2年度と令和3年度の交付決定額が、7446万3000円でございます。その後3次補正がございまして、合計額現在のところ2年度3年度合わせまして1億4151万5000円ということで、プラスの6700とび、5万2000円が追加交付 される予定となっています。でこれにつきましては次の補正予算の方で計上してきたいと思ってますので、事業費については、一定の額が確保されております。以上です。はい、森下委員。まあ、まだやはり未定なところも多いと思いますので、その辺で今のところは事業費的には足りているということでありましたので、まだそれを超えるようなことがあればどの国の方にもまた要望していかないといけないと思いますので、まあ、その辺も我々もまたやっていかせていただきたいなというふうに思います。他にありませんか。なし。
坂本委員。24ページの、民生費国庫補助金の中 の、 あの、地域子どもの未来応援交付金と児童虐待 DV 対策等総合支援事業費補助金というのが、あの令和2年度はなかったのが、まあ、今年度はついているんです。ただあのこの支出の部分でどこについているのかなって探してみたんだけど、ちょっと見つけなかったので、その支出のところではどこでこれを使われているのか教えてください。すいません、子育て世代包括支援センター係長、包括支援センター係長、すいません、2点、地域子どもの未来応援交付金と、児童虐待の、関係の補助金なんですけども、こちらについては、まず、地域子どもの未来応援交付金は、3巻、民生費のところに、なります。すいません、ページが32ページの、上、子ども食堂、子ども食堂等に要する経費と、教育福祉の連携に要する経費のこちらに、充当してます。でもう一点の、DV 補助金につきましては、総務費の、電算管理に、要する経費です。すいません、ページ84ページ。はい。はい、そこの、下から2つ目の、児童相談システム回収委託料、905万9千、こちらの2分の1が、DV 補助金になっております。以上です。はい、ありがとうございます。他にありませんか。よし、ありませんので、はいはい、杉本委員。24ページの、国庫補助金のところの1番、総務管理費補助金6319万2000円のところですが、これはあのマイナンバーカードの方も登録してくれたらというところで、今流行ってるというか、これ期間も延びた、延長してますし、マイナポイントをもらうためにということで、2万円で5000円つくんでしたですかね。これの形でまだ今後やると思うんですけれども、これは、この中でこうどのようにまだ今後とも何か別の市独自のインセンティブをつけてマイナンバーカードの登録を進めるとかっていうのはあるんでしょうっていうか、考えるんでしょうか。政策企画課長補佐。政策企画課長補佐。それマイナポイントの方の補助対象事業の方でよろしいでしょうか。すみません、マジごめんなさい、ごめん。はい、結構です。その事業については令和3年度についてはまだ予算化されておりませんので、当初予算の方には計上しておりませんが、制度自体この3月中にマイナンバーカードを申請していただくと、9月まであのマイナポイントの方5000円 の、 あの2万円までで5000円ついてくるという制度を利用していただくことができます。その予算については、また補正予算の方で、予算の方を計上していく予定となっております。以上です。他にありませんか。はい、よし。ありませんので、14巻から16巻までを終わります。次に17巻財産収入、18巻寄付金、19巻繰入れ金、20巻繰越金、21巻諸収入、22巻負債、
35ページから56ページまで質疑ありませんか。はい、坂本委員。40ページ、39、40、基金繰入れ金で、財政調整基金と地域づくり基金繰入れ金、まあ、これだけ繰り入れて、あとどれだけ残っているのか教えてください。財政課長。財政課長。はい、ただいまのお話ですが、まず財政調整基金に関しましては、昨日ですか、議案で審議いただきました3月の追加の、まあ、内容も踏まえて、ある程度戻ってきてるっていうところ、そういう意味ですが、令和、3年度の決算見込みの段階で今6億9120万です程度の見込みとなっております。また地域づくり基金に関しましては2億4166万円程度になるというふうに見込んでおります。以上です。他にありませんか。ありませんので、歳入を終わります。それでは一般会計全般について質疑を行います。質疑ありませんか。坂本委員。この後ろについて今日も入れて いいですね、はい。288ページ の、 一般職 の、 この職員数とか給料とか書いてあるところなんですけれども、この、前年度と本年度を比べれば、会計年度任用職員以外の職員で言えばマイナス8で、会計年度任用職員で言えばマイナス17ということで、まあ、職員が減っていると。で、あとその、職員手当の内訳を見たら、時間外手当を見ましたら、まあ、3000万ほど、まあ、増えているといいますか、まあ、職員減って時間外手当が増えている。で、この辺でこの、まあ、確かに保育園が2つ廃園になっているから、その分の職員は減ると思うんですけど、今コロナの中でいろいろこう仕事も増えてると思いますし、そういう中で、まあ、これだけ、まあ、足したら、まあ、マイナス25人と。で、まあ、この、まあ、体制でいくとは言われるとは思うんですけれども、本当に、まあ、足りているのかというか、その辺についてお尋ねします。財政課長。はい、ただいまのお尋ねですが、まあ、コロナの関係でやはり、まあ、私ども財政課でもやはりさまざまな補助金ですとか、議案の提案も議会の方にもかなりの本数させてもらっているような状況ですので、事務量としては増えています。まあ、反面、イベントですとか、まあ、そういった内容である程度その業務の負担が下がっているような状況もございます。で、職員の定数に関しましては、先ほど議員の方からもお話ございましたが、保育所の関係で、35名、それからタンポポ園では4名、まあ、合計39名の、まあ、減という状況もございますので、トータルの額としましては、決してその人員が減ったというような認識ではございません。まあ、ある程度やはり定数が減ってきてて、職員の方も負荷が増えているというのは認識してございますので、まあ、この状況で財政状況と鑑みながら、まあ、増やしもせず減らしもせず、まあ、今年についてはといいますか、令和3年度については、まあ、トータル額でいうとプラス5っていうような数字には保育所の分の影響を除くとですね、なってまいりますので、まあ、そのような状況で今は推移させているようなところでございます。坂本委員。はい、もう一つ確認なんですけれども、財政健全化5カ年計画が終わったけれども、まあ令和3年度は、まあ、まだまだ苦しいと。 でもその職員給与に関しては、まあ、ずっとカットされてきたと思うんですけども、その辺はもう完全に戻っているんでしょうか。財政課長。財政課長。
はい、職員の給与の復元については、令和3年度の予算では、完全に、まあ、復元された状態での予算となってございます。はい、はい、他にありませんか。はい、一つだけすみません。田中委員長、はい、ちょっとここで聞いていいかどうかわからんので間違い取ったらあかんと言ってください。18ページの地区公民館使用料の中で、おそらくこれ積算していくにつけては、文教施設利用に関する条例というのが使われているかと思います。で、まあ、その条例がですね、まあ、午前3時間、午後4時間で、公民館と貸し出しておるんですけれども、どうしても料金が同じになっていると。で、今後おそらくこの公民館と使用料を取っていくにつけて、こういったところもきちんと見直した方がいいのではないかって、まあ、以前から提案はさせていただいておるんですけれども、この条例についてはどのような見解をお持ちかお願いいたします。中央公民館長。中央公民館長。はい、その時間、金額的なものでしょうか。時間の見直しでしょうか。はい、時間の見直しです。3時間と4時間で同じ金額っていうのは積算根拠としてどうなのかなというのがありますので。はい、ですね、まあ、皆さんにご利用いただくにつきましては、まあ、何らかの形でこちらの方がちょっと利用したい、状況がこの部屋の方がいいとか、またこちらの方の方がいいとか、お互いに、まあ、協議して変更してもらいやすいような設定で、この時間的については決められていったかと思っております。で、今後もまたこういう協議でお互いに協力しながら使いやすい、どこの部屋行っても使いやすいようにということで、今のところは、まあ、この状況で朝の方がいいとか、朝3時間でいいよとか、昼からこの時間でいいよという、まあ、サークルさんもおいでかと思いますので、この状況でいけたらなと今のところは思っております。田中委員長、まあ、それはいいんですけれども、まあ、午前3時間で昼から4時間やけど、料金が一緒やから、今後いろいろお金取っていくにつけては、こういったところも見直しの対象にした方がより市民の方に分かりやすいのかなという提案なんですけれども、いかがでしょうか。教育部長。教育部長。はい、まあ、今回ですね、10月から、まあ、条例の方を改正してさせていただきまして、まあ、激変緩和措置ということで一律の料金を設定をさせていただいてございます。で、これにつきましては、先の議会での中でご承認いただいてございます。で、その中でも、まあ、5年後にですね、この激変緩和措置が一応切れると、まあ、いうことの中で、当然、まあ、じゃあ現行の、まあ、公民館を含めて他の文教施設等の料金も、当時、まあ、建築された当時のところからある一定消費税等の加味した料金等で、まあ、その辺の全般的なことの見直しというのは、まあ、一つの、まあ、やっていかなければならないのかなというふうには考えております。まあ、その際に、まあ、この時間のところについても、まあ、その際に一応、協議の中に含めまして考えていきたいと。ただ、まあ、現在はすごく、まあ、利用者の方々、まあ、公民館においてはですけども、使い勝手よくですね、お互い、協力し合いながら、使ってはると思いますので、まあ、その点についても、利用者の皆さんのお声も聞きながらということになってくると思いますので、まあ、全く何も考えていないというわけではないんですけども、まあ、5年後に、まあ、激変緩和措置というのが切れますので、まあ、その際の、まあ、一つの検討の、項目になるのかなというふうに考えてございます。まあ、ごめんなさい、田中委員長。大体分かったんですけれども、やはりその今後予算とかいろいろ決めていく中で、必ず積算根拠という中で、その午前と午後1時間違うのに料金が同じということについて、さまざまな意見が出る可能性があるので、そこについてはきっちりとやってほしいということですので、答弁のは分かりますので、よろしくお願いいたします。ご答弁結構です。
はい、他にありませんか。なし。はい、土井委員、土井議長。はい、教育全般についてお尋ねをしたいと思います。まあ、教育長にお尋ねしたいんですけれども、まあ、令和2年はなかなかコロナの影響があって、まあ、予算も立てたにもかかわらず、授業もほとんどできないというような形の中でもございましたし、まあ、学校も休校等ございました。で、まあ、今度のこの令和3年度予算も、まあ、立てていただいたんですが、まあ、まだまだワクチン接種もこれからということで、なかなか厳しい部分があると思うんですけれども、まあ、教育長の思いを込めた令和3年度の教育全般的な予算だと思いますので、まあ、ぜひこの場でですね、教育長の熱い思いっていうのを語っていただいたらなと思うんですけれども、お願いできますでしょうか。大変、教育長、教育長、動揺してます。はい。令和3年度、まず本当にコロナが子どもたちの学びに災いをもたらさないことを祈るばかりです。で、今令和2年度で言いますと、子どもたちの状況で言うたら落ち着いて、今日昨日が高校入試の試験だったと、今日12日ですんで、昨日がそうだったと思います。変わったことも受けていません、聞いていません、順調にいっていると思ってます。教育ってまさにそう、うまいこと突然だったんで、これも振られるとは思っていませんでした。はい、やっぱり社会教育も学校教育も、より良い文化の伝統、継承であり、で、より良い文化を創造していく、そういう教育環境を作っていくということは非常に大事だと私は思っています。で、それは教育環境というのはソフト面もハード面も両方ございます。で、そのソフト面ハード面、大成長のことはあって、その中でできる限りソフト面やハード面を、より良い環境に令和3年度も持っていきたいと思っています。それと同時に地域と家庭と学校のつながり、教育コミュニティって私いつも言うてますけども、やはり私たち橋本市の教育の一番大事なところは地域、家庭、学校がどうつながっていくか。で、教育コミュニティや学校運営協議会の活動っていうのも今後、ますます求められるようになってきますんで、そこへもご援助いろいろいただきたいと思っています。で、これらの活動が持続可能で、きっちりと、将来に向けて続いていくことが橋本市の教育の発展につながっていくと思いますので、議員各位の、それぞれまたご尽力、ご協力のほどお願いしたいと思います。で、令和2年度まだ終わってませんけども、大変いろいろお世話になりました。ありがとうございました。他にありませんか。はい、ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。坂本委員。令和3年度の、令和3年度一般会計予算に対して反対の立場で討論を行います。まあまあ、コロナ危機の中で本当に市民の中では経営難もあるし、またいろいろ不安もあるし、すごい大変な状況の中での、まあ、新しい新年度の予算で、その中で先ほど財政調節金の残も聞きましたけれども、まだまだやっぱり橋本市の財政は厳しいっていうのはよくわかるんですけれども、やっぱりずっと財政が苦しいということで、市民に対しても何ていうか、いろいろな負担を求めてきていると。で、そういう中で橋本市だけがしんどいわけ、市民だけがしんどいわけじゃなくって、今世界中でみんな苦しんでいるところではありますけれども、そういう中でもやっぱり明るい希望が見えるようなこう予算というか、こう市民の
もういろいろな、あの、なんていうかな、まあ、いろいろ明るい希望が持てるような予算にしてもらいたいっていう思いがあると思うんです。でもまあ、今まで令和2年度でいろいろやってきた、あの、値上げのこととか、そういうことも含めたことが現れた、あの、予算となっておりますので、反対といたします。次に賛成の立場で、討論する方ありませんか。森下委員。はい、私は令和3年度予算案に賛成の立場で討論をさせていただきます。コロナ禍の中、さらに財政が、厳しいところでも、市政運営のためにきっちりとした予算を組んでいただいたというふうに思います。まあ、農業振興やギガスクール事業、さらには合併処理、浄化槽の補助金など、いろいろと市民にやった、取り組みを行っていただきまして、担当の職員の皆様には、本当に感謝をいたしております。まあ、令和3年度は、コロナ収束に向けて大事な年となります。少しでも早く日常生活に戻るよう速やかに政策を実行してもらうことを要望しまして、賛成討論といたします。次に反対の立場で討論する方ありませんか。賛成の立場で討論する方ありませんか。討論がありませんので討論を終結いたします。これより議案第13号令和3年度橋本市一般会計予算について採決を行います。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第13号は原案の通り可決されました。お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ散会し、3月15日月曜日午前9時半から会議を開くことに決したいと思います。これにご異議ありませんか。なし。ご異議がありませんのでそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。